まい。はい、完成しました。はちゃめちゃな感じですけど、それではいただいてみたいと思います。まずは苦織からね。いただきます。うん、苦くてうまい。うん、苦うまで、ナスね、ナスもね、取れたての新鮮なナスです。新鮮だ。鶏の胸肉をね、そのまま焼いたんですけど、一応包丁で切り込みは入れてあります。なので箸でね、取れやすいようになっていると思います。あ、取れた。うん、一口大。うまい。ニンニクの味が強烈だから、ニンニクがすごい。これだけたくさんニンニクを使ったんでね、ニンニクの味がすごいします。なかなか柔らかくできてます。うまい。そして取れたてのキュウリやトマトです。こちらもとても新鮮です。はい、それでは今日はストロングゼロのレモン味、コップに入れて飲みます。おっと、こぼれた。はい、それでは今日もお疲れ様でした。乾杯。結構さっぱりしていて飲みやすいです。でもカロリーは結構ありますね。 100ml あたり 54kcal、 僕がいつも飲んでる発泡酒の倍ぐらいありますね。まあそんなことはあまり気にせず、楽しくね、飲んで食べたいと思います。苦いけど、うまい。これはししとうなんですけどね、新鮮なんで生のままでも美味しく食べられます。新鮮ですごく歯ごたえがあります。ちょっとだけ辛い、たまにすごい辛いのがあるんですけど、それはまああまりそんなに辛くない。
取れない。肉取れない。うん。うん。うまい。